今日は兵庫区にある猫カフェ、猫パンチへやってきました。今流行りの猫カフェです。猫がたくさんいます。それではちょっとお店の方にいろいろと聞いてみたいと思います。猫カフェに初めて来たんですけれども、どんな風に楽しんでいけばいいですか？そうですねもう自由にこう触って、そうですね、あの遊ぶおもちゃとかがあるので、はい、それで、あそこですね、はい、こんなんで、はい、こういうので自由に遊んでいいんですね。こういうのがありますので、はい、どの猫ちゃんが一番人気ありますか？多分ブランカだと思います。この子ですね、はい、この子おとなしいですね。そうですね、普段この子種類なんていうんですか？アメリカンガールです。あーでもそうかも、だいぶ積んでね男前この子ね。この子はどうですか？ケンちゃん、テンちゃん、あ、テンちゃん、はい、テンちゃんです。スコーティッシュ、いや、これもマンチカンなんですけど、はい、足が長いんです。へえ、ケンちゃん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 。このケンちゃん、テンちゃんで何歳ぐらいですか？ケンちゃんは、4月2日生まれなので、まだ1歳はなってない。みんな、結構みんな、なってない、なってない。一切なってないそうですよ。あそこにペルシャ、ペルシャじゃない、この子なんでしたっけ？ロシアンブル。あ、ロシアンブル、はい、あ、カメラ目線やめっちゃ見てる、めっちゃ見てる。すごい集まってきた。すごいですね。集めようと思った。これだったら今全然爆走しとんねん、これから。すごい。残念でしたね。もう分かってるから、この子はもうこれを噛んで、うん、開けようとするし。この子痩せの大食いっぽい。で、もうこの二人、お客さんの飲み物とかにも、はい、キャラメルは。ああいうのにめっちゃ匂いに反応して、あの甘いのに反応してるんですか？なんでももうなんか雑食家です。ね、あれ、いいね。じゃあ、じゃあこんな時起きんねや。みんなご飯を待ってます。邪魔やわ、もう。うる